サバスが姿を現すのは時間の問題でした。彼女はこのような時に鍵爪を天秤に乗せずにおとなしくしていることができないようですね。彼女は求めていたもの、不確実性を手に入れました。我らは彼女からそれを奪います。彼女の一族を見つけ出し、その計画を暴くのです。マラソン、お前はここぞとばかりに神に喧嘩を売るな。私に負け続けるのももううんざりだろう。論理を否定され、ゴーストをヴァンガードに幽閉されているのは私ではありません。それも私の敗北だというつもりですか？剣と血の魔術は最初から汚れていた。それに自分で言うのもなんだが、お前の爆弾論理も盛大に燃え上がったじゃないか。論理に見捨てられた二人の女王、新しい時代の幕開けだ。私たちは順応しなければ死ぬ。そうだろう、女王陛下。物質に埋もれた私たちのこのゲームの終局。光と暗黒の狭間で、あなたの興味を引くのはどのような異物なのですか？物ではなく展望だ。すなわち角度、肌、そしてそれらが集結する位置に関する知識。それは我が崇高な妹による力説とも言えるだろう。彼女が言いたかったことは、ガーディアン、これらの宿られた兵を破壊し、そのエネルギーを放出することに専念しなさい。可能な限り解き放つのです。
火を乗せたのです。暗黒があなたの中で満ち溢れています。宿られた兵になる瀬戸際に立つあなたなら彼らの見る世界が見えるでしょう。サバスが最初から企んでいたのは隠蔽などではなく発言だった。逸脱したものを探し出しあるべき位置に戻すのです。維持できません。私だってトラベラーの痛みを感じているのだぞ。私がいなければ目撃者はもうとうの昔に太陽系を我が物にしただろう。確かにそれは高貴なことです。あなたが裏の動機を持たない純粋な心の持ち主であればの話ですが、私たちは永遠に延長され続ける勝敗のつかないゲームをしている。私はお前たちにそのゲームのルールを変える方法を何度も教えてきたというのに、例の一つもないのか。魔女よ、私たちの怒りから逃れる策略が尽きた時、あなたを生かしておく理由はなくなります。ここで何が起きているのかを知らなければなりません。ガーディアン、宿られた兵を倒しなさい。彼らの力が必要です。私もできる限り持ちこたえます。待って、光を感じます。でも何か違うような。光の亀裂です。でも私たちが通常認知できる物質とは全く異なる状態になります。でも宿られた兵には認知できる。間一発で気づいたよ。敵のお出ましだ。この者が助けに来たぞ、ガーディア。お前は一人では。至る所に物質世界とは異なる状態で存在する光の亀裂があります。そしてそれらは可能性に満ちています。亀裂を見つけられるようになった今ならトラベラーを助けることができるはずです。そうすれば私たちの相互利益になる。
光の戦士同士持ちつ持たれつな解決策が見つかってよかった。私に感謝することだ。私もお前たちが思ったよりも邪魔をしなかったことに感謝しているぞ。あなたにもいずれ報いが来ます。より大きな脅威が迫っているからあなたは生きているのです。そう褒めてくれるな、照れるじゃないか。私への愛を示すのは事態が収束してからでいい。そんなに私たちの手助けがしたいのならルーセントブルードを撤退させてください。私たちがトラベラーの敵に対抗できるように。ガーディアンとは恩知らずな生き物だな。小さなゴーストよ、人からの奉仕にケチをつけるのはやめておけ。我々は共にこの殲滅の危機に立ち向かう。これまでの戦いと喪失が我々を今この場所に導いた。大崩壊の仕掛け人との最後の戦いだ。我々は共に終わりへの最後の一歩を歩むのだ。私たちが目撃者の力の前にひれ伏すことはない。私たちは多くの悲劇と喪失を乗り越え戦い続けてきた。今日という日も必ず乗り越える。暗黒の神くらいどうってことないだろう。ああ、我々が力を合わせればな。